と決めた。君の笑顔の向こうで青空に紫色の花が咲き乱れてた。ジャカランダの花の咲く頃に君はふるさとを出て行った。夢に打ち取られた明日を小さなカバンに詰めて。後始末っていうやつね。もう突き出しの後始末だよ。よろしくお願いします。何かに大変。背中に太陽を向けて
きたの。水の谷間に風が吹き抜けて、心の炎は消えてしまったの。だけど今は違う。私は見つけたの。青い流れの音を聞きながら、今日まで暮らしてきたの。過ぎ去った誇りの中で、今日まで暮らしてきたの。心のままに生きてきたことがいけないことだと思ってた。だけど今は違う。永遠に消えない光を私は見つけたの。それはあなた、それはあなた、それはあなた。いけないことだと思ってた。だけど今は違う。永遠に消えない光を私は見つけたの。それはあなた、それはあなた、それはあなた。ありがとうございます。あとにしようか。またギターを戻してほしいな。中の小さな店、あなたは
あの店のマッチ箱ひとつ、今でも時々取り出してひとつつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに、帽子取ってみたら一緒やったわ。喋ってもええねんで、余裕しゃぶしゃぶやあと2つや、うん、また3曲いきせいいきせい、何やすんか、いや、まあ、とりあえずこれ歌おうか。ワン、ツー、あ、これ、カポ、4や、4、え、4、これも練習したっていうのやつなんで、恐ろしい。いません、眠って
んとなくブナジ、ブナジ行きましたか。来週、奥ちゃんの企画で、フォークイン大使っていうのがね、大使長の時で行われまして、その時用に仕込んだ曲をちょっと練習しとかと次失敗しそうなので時々背中よね、冷やしとかないとね、一回失敗しとかんとあかんな、大使長の欲しいな、今日無理やり持ってきてじゃあ俺が初めてシャルドーで来たのさ、井上陽水芝居ややって、これで終わらなあかん、昔昔ね、新谷リーダーがおって俺一人でポツンと井上陽水歌いに来たという、それで一人で来てんあれ、私はしたよね、あ、そうだ、俺なんか初めて来たような気がする、またちゃんと来年も来るからじゃあ西畑来年まで元気でこんなやつや青春ごっこ今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない、真っ暗な道を走る、胸高ぶらせ走る、目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ、壊れたいわけじゃないし壊したいものもない、だからといって全てに満足してるわけがない、夢の中で暮らしてる、夢の中で生きていく、心の中の漂流者、明日はどこにある、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、そんな夜を探してる、場所はどこ、10代はいつか終わる、生きていればすぐ終わる、若さはいつも素っ裸、見苦しいほど一人ぼっち、生きていてよかった、生きていてよかった、生きていてよかった、そんな夜を探してる、生きていてよかった、よかった、生きていてよかった、そんな夜はどこだ、改めて12周年おめでとうございます。最初の頃はね、ある方に連れてきていただいて一緒に出てたりしたんですが、途中からね主催をさせていただいて、もう何年もね毎月のように主催をさせていただいて、もうみんながここへ呼ぶと喜ぶんでね、音やとかね、なんか急に馬なった気にするわって誰か言ってましたよね、本当にありがとうございます。で、本当にねたくさんの音友さんとここでたくさんの時間を過ごしました。本当に縛りまくりはここでやったし、もうたくさんのね、学路用水、吹きのとう、イルカとかいろんな曲をね、みんなで一曲も被らんということで、たくさんたくさん新しい歌を覚えてみんなで楽しみました。で、今日は本当に誰かが言ってたように本当に同窓会みたいでね、本当にここに来れてよかったね、今日みんな来年も頑張ってこようね来年まで、来年までって言うわどうぞ、これからもよろしく。
さんもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。僕が今まで会ってきたたくさんのひどいこと、僕が今まで言ってきたたくさんのひどい言葉、涙だけなんかじゃ終わらない忘れられない出来事、一つ残らず持ってけ、どこまでも持ってけよ。生きていてよかった、感謝します。本当にね、12年も経ったとは本当に思われないぐらい、まだ本人の中では3年4年ぐらいの感じしかないんですけど、それぐらいしか働いてない。そう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 いや、その間ね、ソースカツ丼とオムライス何本ほど作ったんやろ、一時期数えたことあんねんけど無理あのオープン当初からね、あのレジの伝票全部置いてます。で、数え始めたんよ。途中でやめたいや、本当にね、本当にまあ、本当に何食作ったかね、わからないぐらい本当に皆さんに、ソースカツ丼召し上がっていただいてシャルドーゼの名物とまでね、していただいたこと本当に感謝します。本当に美味しいんですよいや、本当いやね、いや、これね、僕習ったソースカツ丼は習ったもんじゃないんですけど、オムライスはとかね、僕修行の時にこう作って習ってたんですけど、あとまあタルタルソースであるとか、今出してるミックスジュース